マルーシャ・チュラーイは、フメリニツキーの乱時代のウクライナ歌手、詩人である。多数のウクライナ民謡の作者とされる。ウクライナの作法とも呼ばれる。マリア・チュラーイ、マルーシャ・チュラーイブナとも。伝承によれば、マルーシャ・チュラーイは1625年にポルターバ町に生まれた。父のホルディ・チュラーイは、コサックの100人隊隊長であったが、1638年に、 オーランドリとアニア連合に対するコサックの反乱に参加して捕虜となり敵によってワルシャーで家計された。マルーシャが幼い頃より非常に美しかったので男性からのプロポーズは後を絶たなかった。若いコサック、イバーン・イースクラはマルーシャのことを熱愛していたが彼女に振られっぱなしであった。マルーシャ自身はポルターバのコサック騎士官の息子、フルイーツ・ボブレンコを愛し、 あとと、密かに婚約した。1648年にフメリニツキーの乱が勃発すると、古市はコサック軍と共に出陣し、戦いから帰ったら、挙式すると約束した。マルーシャは彼を4年間を待ちつけた。しかし、4年後に帰陣した古市は、マルーシャのことを忘れ、裕福なコサックの即女ハンナと恋に落ちた。裏切られたマルーシャは、自殺を図り、 現地の呪い医師を訪れて、毒薬を買った。帰宅したところ、突然、古ツが現れ、マルーシャと会話し始めた。話し途中で彼は、マルーシャの薬をっかり飲んで毒死した。1652年の夏にポルターバ町の裁判は、殺人の疑いによりマルーシャに死刑の判決を言い渡した。しかし、死刑実行の前に、イバーン・イースクラが、 コサックのボフ母普段踏めるにつきからの斜面上を持参し、マルーシャは父の功労、並び自作の歌がために恩赦された。罪滅ぼしのために、マルーシャはキエフの聖地を暗夜したが、自分で恋人を殺した悲しみのあまりに1653年に28歳で死去した。マルーシャチュラーイは、ウクライナ民謡の発展に大きく貢献した人物とされる。 彼女の歌と生涯を描いた文学作品は、ウクライナの中学校、高等学校などで勉強の対象となっている。ありがとうございます。